藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。こんばんは、藤ヶ谷太輔です。年が明けてからの収録はですね、この放送がもう初めてということで、まあ、改めまして、今年もよろしくお願いいたします。まあ、まずはですね、その1月1日に起こった能登半島地震、そして1月2日に起こった羽田空港の飛行機衝突事故、被害に遭われた方に心からお見舞い申し上げます。すごく衝撃的でしたね。今もそうですし、本当にまあ余震も続いてますので、引き続き気をつけていただければなというふうに思っております。そしてね、僕もね、そうなんですけどね、こうすごく緊張した日々を過ごしている方もたくさんいると思いますし、自分がこう、まあ、なんか発信する側で今こうお仕事させていただけてることが多いんですけど、何をどう発信していいのかっていうか、まあ、1日のから自分の中でこうバランスすごく難しいなというか、まあ、正直なこと言うと今もそうなんですけど、こう今まで通り何かをすることによって、まあ、少しでもこう心が軽くなったりしてくださる方がいらっしゃるのであれば、しっかりまあやり続けたいなというふうに今はまあ思ってます。うん、なのでまあ僕らにできることっていうのをこうやり続けるっていうことを日々ちょっと一生懸命やっていければなというふうに思っております。あなたと過ごす250回目の夜、最後までよろしくお願いします。今夜の1曲目です。キスマイフット2のハートブレーカー、カモノバからハートブレーカー。お送りしたのはキスマイフット2でハートブレーカーでした。藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ、キスマイフット2、藤ヶ谷太輔がお送りしています。たかし、車高く売れそうだぞ。ねえ、どこにいるの？近くの車屋さん。他とは比べたの？いや、別に。はぁ、呆れた。お店によってだいたい18万8000円も査定額に差があるんだよ。そんなに？でも買取店回るのは面倒だわ。はぁ、ほんと呆れた。たった1分、車のことを入力すれば一番高く売れるお店が見つかるサイトがあるのに。なんてサイトだ？父さん、僕の名前は？車たかし。そう、車たかしは最大10社の査定額を比較できるサイト。今すぐ車たかしで検索してよ。スマホでもできるから。得したお金で焼肉お願いします。車たかし。あなたと過ごす土曜日の夜、藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。歪んでいた時空がやっと戻ってきたということで、私今2024年にいますね。何度目かの挨拶になると思いますけれども、今年もよろしくお願いいたします。ということで、まあ、年末年始はキスマイで、まあ、YouTube の方でね、年越しの生配信をやらせていただいて、新鮮でしたね。面白かったです。うん、ずっとこうカウントダウンライブに出させていただいていて、でまあ去年は開催することができなかったので、でそれもね、結構まあ多分いろいろこう試行錯誤して、なんかこうすぐに決まったってわけでもなくて、僕らも やるのかやらないのかで、例えばやるんだったらとかやらない方がいいんじゃないかとか、いろんなことがありましたけど、それが決定してから、じゃあキスマイとしてはどうしようかっていうことを話して、結構ね時間がねギリギリになってしまったりもしたんですよね、ツアーも回りながら。でそこからそのじゃあ歌を歌うんだったら、まあ、音楽チームでどの方のスケジュールが空いてるかとか、うん、例えばこうライブ、まあ、僕らは2曲歌わせていただいたけど、そのじゃあパフォーマンスするときにじゃあ照明が必要だねってなると、じゃあ照明チームさんの空いてる年末に空いてる方はとかって、いろいろこう確認事もしながらとかやって、ちょっと時間がかかっちゃったんですけど、でもねすごくいい、なんかこうチームが集まってくださってですね、配信、まあ、無事できたっていう感じかな。でそれが終わって、だからこれが仕事始めなんですよね僕は。で、まあ、毎年仙台に
母と、まあ、弟といとことかと旅行に行くんですけど、今年も行ってきました。で、今年はね、僕は初めてだったんだけど、青根温泉っていう、まあ、青根っていう場所の温泉の旅館に泊まりに行って、でね、僕分かんなかったんだけど、あの、蔵王とかの近くっていうのかな、山の方で、で、そこのね、近くに、なんか牧場とかがあって、チーズとかがすごい美味しかった。チーズとか牛乳とか。で、まずね、その仙台行って、まあ、いつもの流れで言うと、まあ、多分、これをラジオで言うってことはきっと来年からのコースが変わると思うんだけど。まず、その、去年か、仙台でライブやらせていただいたときに、うちのメンバーの横尾渡と一緒に、あの、ご飯食べ行ったんだけどね、その牛タンの小山さんっていうところの、小山さんで家族でまず牛タンを食べてっていうのが仙台旅行のスタートなの。で、今年もそれをやらせていただいて。で、小山さんからさ、あの、去年、そのライブ会場に大きいお花もいただいてさ、で、そのお礼も兼ねたりとかさ、いろいろして、そこでまず、いただいて牛タンを。で、そこからまあ、温泉に行って、あとはね、スーパーサイチっていうさ、おはぎ売ってる。ね、俺もここで何とか言ったけど、今日ほら、あの、買ってきたけどさ、このおはぎを買いに行ったりとか、あとまあ、親戚に会いに行って、いろいろ話せるのと、あと10万円でできるかな、であれいつだったかな、2年ぐらい前だったっけ、震災以降のさ、荒浜小学校に行ったんですよ。その荒浜小学校っていうのは津波に被害に遭われた学校なんだけど、その当時のまま今も残ってる学校で、まあ見学ができるんだよね。で、それで10万円できるかな、でサンドウィッチマンの伊達さんに連れてっていただいて、まあメンバー何人かとロケで行けたんだけど、やっぱりテレビとなると、その収録でそのゆっくり見れないっていうか、それもあってこう全部を、まあ、しっかり見ることができなかったのがすごく心残りで、でもなんかこうそれを電波を通して伝えなきゃいけないっていうのが、なんか、ね、自分の中ですごい引っかかってたの。何年もで必ず絶対来よう、また行きたいと思って、でそれを見に行くことができて、でそのね、まあ、当時のまま残ってるっていうのもそうだし、当時被害に遭われた小学生の生徒の皆さんが大人になって、その時感じたこととかがこうなんか、まあ、インタビュー形式で流れてるのとかも見たり、あとメッセージ書くところがあったらそこにメッセージ書いたりとか、だからなんかすごくね、ゆっくり、しっかり感じることができたっていうのがね、そう、なんかすごい心残りだったし、なんかこう、まあ弟とかもそうだけど、なんか、まあ、もちろん自分が東京にいたしね、なんか、まあ、何様だよって感じだけど、その、見てほしいなって、なんか見せなきゃなってなんか思っちゃったんだよね。そうね、それでまあゆっくりいろいろして、親戚にも会えて、あの、当時さ、小学生とかだったら、俺の親戚はさ、その 3.11 の時にさ、で、この前久しぶりに会ったらさ、もう、当たり前だけど、もう大人になっててさ、めっちゃお姉さんっていうかさ、当たり前だけどね、当時小学生とか、まあ、ぐらいでお化粧もしてさ、で、今、就職してるとかさ、なんか、自分はさ、あの時24歳だったの、デビューした時、2011年って。で、そこから、まあ、デビューがまあ、就職だとしたら、なんかそこからさ、役職って変わってないから、なんかね、自分だけなんか何にも成長してないっていうか、何にも変わってないような気がしちゃってさ、で、東京にいつか行きたいとか、なんか、そう、なんかね、東京になんか近々来るんだって、なんか、親戚のなんか、で、俺も多分今まで言われてたことが、なんか自然に口から出てたっていうか、なんかもし東京で欲しいものとかあったら、言ってね、みたいな。なんか、何かしてあげたいけどさ、すごく、なんだろう、連続して会うわけでもないから、なんか何が好きかもわかんないし、で、子供の時は、わーっとこう一緒に遊んだりとかしたけど、だんだん大人になって、で、毎年、その、
親戚の家に行った時に親戚が集まるわけでもないし、みんなほら学校で忙しかったり一人暮らししたりとかで、大人になってから久しぶりに会った親戚とかもさ、自分が言われててよくわかんないなって子供の時思ってた記憶があるのがさ、親戚の家とかさ、正月集まり行くとさ、なんかよくわかんない人がさ、これ昔よくさ公園で遊んだじゃんとかってさああありがとうございます、なんか覚えてるようなみたいな、あるじゃん、あの距離感っていうかさ、なんかそれになりかねなくてさあれ何年ぶりに会ったっけって、なんか俺はコミュニケーションのつもりで、でこっちから質問して向こうも答えてもらってを繰り返せばラリーになるじゃん。で向こうもさ、でも久しぶりにもう会って、で大人になっちゃってるから、しかも当時そんなの覚えてないじゃん。何年ぶりですかね、あやばい次ラリーはこっちでもまあでも 10年ぐらいかなつって、えあの時のこと覚えてるって、あまかすかにとあの母に聞いて少し覚えてる程度ですってそっかって言って元気とかそんな正月を過ごしてきましたよ。でもなんかこういいね、ちょっとね、あのね、年末っていうかね、クリスマス会もやったのよ。この話もどっかでしたいなと思って。そんなお正月でございました。さあ、この後は、ロイズです。藤ヶ谷太輔、ピースフルデイズ。ホーユーの福田裕太です。僕たち主演の舞台隅田川ヤングロード物語2、青春はマサラの香り、1月25日からサンシャイン劇場で上演。自分たちで劇団尺伸ばしと呼んでしまうほどアドリブの応酬で盛り上がりすぎてしまうこの舞台、ぜひあなたも笑いに来てください。詳しくは公式ホームページで。日本お仕事スピリッツ、鹿児島黒牛を極める編 in 鹿児島、キサラギレント一条朝霞、鹿児島へ出かけて鹿児島黒牛の美味しさを探ってきました。先輩、美味しいお肉ごちそうさまでした。お会計は私が。いやいや、私が。どうぞどうぞ。どうぞ。日本放送ポッドキャストステーションでただいま配信中。日本放送公式メールマガジンで最新情報をゲット。日本放送では毎週メールマガジンを配信中。日本放送の注目番組やイベント、豪華なプレゼントなど気になる情報が盛りだくさん。詳しくは日本放送公式メールマガジンで検索。お、メルマが届いた。東京有楽町日本放送をキーステーションに放送中、藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。さあ今夜はこちらから、ロイズ。ロイズ。これさ、ちょっと一回止めてもらっていい、あのこれ田中邦衛さんっぽくモノマネって書いてあるのよ。あのさ、よくさここでやるじゃん、このラジオのさ、このコーナーで結構モノマネをさから急に始まるブロックとかあるじゃない。でも俺もともと別にモノマネもやってもないし、なんかむしろやったこともないじゃないね。で、ちょっとやりたいんで、どっかにこう勉強したいんで、この台本のどっかにこの、モノマネちょいちょい入れてくださいよって言ったわけでもないじゃん。もう、当たり前のように開いたらもう書いてある。ロイズね、北海道でしょ?ということでね、まあ、前回北海道のお土産でよく目にするロイズの話を熱く語ってしまったところですね、これまた熱い反響をいただきまして、そんなメールを紹介していきたいと思います。長崎県のさくらんぼさん。先日、チョコレートのロイズについて楽しそうにお話しされていましたが、私が住んでいる長崎県には時々ロイズバスという移動販売車が大型スーパーの駐車場などに来てくれます。車内は広くないですが、定番の生チョコはもちろん期間限定品なども売っていて、品揃えは豊富で、ロイズバスを見かけるとついついたくさん買ってしまいます。またロイズが食べたくなったので、次見かけたらフロマージュブランを買ってみます。知らなかった、ロイズバスいいね。ロイズバスここのさ地域にも走ってほしいよね。ね、急にあるじゃん。俺あのロイズ食べてからさ、結構なんか思うよ、その仕事してる向かってる車の中で
急に、あ、ロイズ食べたいなって。なんだと一回家引き返そうかなぐらいのさ。なんかわかる、そのコンビニでチョコ買えばいいや、じゃな、すまないの。ロイズのチョコはもうロイズでしか回収できない、この気持ちは。あ、チョコ食べたい、ちょっとコンビニ寄ってください、じゃなくて。マネージャーさん、ちょっとロイズ寄ってくださいって言いたくなるぐらいのさ。そうなんだ、ロイズバス。続きまして、東京都のマコリンさん、先日ロイズの生チョコの美味しさを熱弁してましたね、私もロイズの生チョコは大好きです。なかなか東京では入手困難な生チョコですが、1月6日から22日まで池袋の東武デパートグルメぐり冬の大北海道展が開催予定で、ロイズの生チョコ8種類が販売予定だそうです。と、私も買いに行くようです。8種類今やってるじゃん。お、ちょっと今やってんだよ、これ。チラシあるんですか。ちょっと見して。8種類。うわ、このチラシだけでも美味しそうだな。お、マジか。 1,2,3,4,5,6,7 ほんとだ。生チョコレートホワイト860円、本体価格800円ですね。あ、そう、ホワイトと、だから抹茶でしょ。これだから京都とかで売ってんだよね、抹茶ね。ちょっと俺なんか興奮して声でかくなっちゃって、イヤホンめっちゃでかくなっちゃって、生チョコレートシャンパンピエールミニョン、何、ミルクチョコベース、シャンパンピエールミニョンと北海道の生クリームをミルクチョコレートにブレンド、だってフルーティーな味わい、これ知らなかった。あと生チョコレートビター、そう、これビター、まずビターからいくよね。北海道生クリーム、あ、スタッフさん買ってないの。なんか今カンペ出してくれたから、これあの実は買ってますのタイミングじゃない、今のカンペだし。スタッフ買ってない、誰も。はい、みんな下向く声、はい、目線を合わさない。流行り、女性の流行りの服装の時とこのロイズの時、ちょっと待って、お、マジかよ。やるな、嘘でしょ。ちょっと、あ、だから、ちょっと待って、だからか、俺がさ、この仙台のお土産を出した時にさ、なんか、お、すぐ食べたいですみたいにななんなかったの、これか。嘘、うわ、ありがたい、わ、マジで。ちょっと待って、うわ、嬉しい。あ、待って、ちょっとこ、1、え、これ全種類。ちょっと待って、これさ3本分じゃないこれ。嘘、うわ、夢のようだぜこれ。うわ、8種類あんの。嘘、やるな、このスタッフ買ってないのの流れに持ってって。なんかもう、なんかちょっと右肩下行ってたもんね。なんかここのさ、スタッフさんがこう多分足元置いてたんだよね。うわ、待って、何これ、ちょっとこれ待ち受けにしようかなぐらいさ、これ揃ってる、なんていうの、あのドラゴンボールみたいなさ、揃うとみたいな、これなかなか揃ってる人いないでしょ。絶対次はあの地域行ったらあれ買おうとかなるじゃん。これちょっと並べたいな、このマイクどかしい、これ大事なマイク。うわ、ちょっと待って、これ見たことないのばっかじゃん。チラシどこ、あ、チラシ下行っちゃったよ、このチョコの。あ、すいません、ちょっと待って、熱くなって、ちょっと一回ジージャン脱いでいい、ちょっと興奮したら。うわ、嬉しい、マジこれ。こういうのをさ、このインスタとかやってたらさ、インスタに載せようみたいになるわけでしょ、きっと。インスタやってないけど写真撮っていい、これ。うわ、ちょっと待って、まずだからホワイトね、これ食べていいの。待って、見たことないさ、え、1,2,3,4,5、あ、これか、これ見たことない、生チョコレートのアイラウイスキー。ウイスキーのだって、スコティッシュバーレイをミルクチョコレートにブレンド。マイルドミルク、茶色いの。はぁ。ちょっと待って、これ、じゃあ、いい、これ食べていい。いや、待って、どれから行く。この、チラシに書いてる順番で行ってみようかな。左上から。ホワイトチョコレートまず、ちょっといい？うわ、これ夢のようだぜ、これ。これマジすごくない？やっぱこれ全部揃えたいよね。だってなかなかないじゃん。うわぁ。
まずはですね、この生チョコレートのホワイト。ちょっといい、いただいて。うわー、真っ白。この青に白っていいね。いただきます。ホワイト。あー、うまいわー。あ、ホワイトだわー。うまいわー。うん、ちょっとこう洋酒が入ってるからなんか甘さだけじゃなくてこうなんかねちょっとすっきりさすごくアクセントになってるし、あーうまいわ。なんかさ危険だよねこのやっぱロイズのチョコレートをさこう仕事中に食べるってすごく危険だなと思った。なんかもうなんか仕事しようってなんだよね。よっしゃ頑張ろうっていう風になんないっていうか、なんか休憩したくなっちゃうっていうかさ、それあるよね。俺この抹茶が気になってたの。いや嬉しい。これ贅沢だな、本当に贅沢食いだよこれ。生チョコレート抹茶でございますね。渋みとクリームが溶け合い、上品な。ロイズの商品食べて上品じゃないの感じたことないもんね。ちょっと抹茶をいただきますね。うまいわ、抹茶うまいわ。何これ、すごいね。一瞬にして抹茶口の中が。なんかその、なんていうの、なんか徐々に行くんじゃなくて、もう最高到達点に一気にバーンってきて、それが全くこう、なんか薄まることない、ずっと。ずっと上を走ってる。あ、うまい。でもね、ちゃんとこの、やっぱ渋みもあるよね。このバランス、誰が考えてんさ、これ。すごくない？ああ。飲み込んだ後うまいわ。ずっと、うん。ちょっと、美味しいぞ、これ。なんと、今週はこのあたりで。8種類中2種類で。いや、そりゃそうだよね。あんだけ正月のこと話してさ。チョコレート8種類食べてさ、あれこのラジオ終わっちゃったなってなるよね。嬉しい。でもじゃあ今週はちょっとここまでということで、来週ですか、はい、来週じゃあまたロイズできるんですか。嬉しいな。毎週ロイズできないですか、毎週。じゃあ引き続き来週もちょっとこのロイズやっていきたいと思います。藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ、キスマイフット2藤ヶ谷太輔がお送りしています。ヨドバシカメラは安さ品揃え接客応対商品知識でお客様に感動を。暖房家電冷蔵庫洗濯機テレビパソコンカメラ時計も豊富な品揃えで安い。さらにゴールドポイントカードご利用で 10% 還元。携帯電話の料金プラン新規契約など何でもご相談ください。お店でもネットでも安心のヨドバシカメラ。リアル脱出ゲーム、オードリーのオールナイトニッポンのリアル脱出ゲームが2ヶ月限定で開催。東京ドームライブの数日前、番組宛に一通の謎めいたメールが届く。謎を解き明かさないと春日が東京ドームシティを支配してしまう。あなたはリトルトゥースとして若林やチームつけ焼き場と協力しながら謎だらけの事件を解決し、東京ドームライブを成功に導け。春日に支配された東京ドームシティからの脱出、このゲームのために東京ドームシティは春日が買い取った。いや買い取れるわけねえだろ。2024年1月18日からスタート。謎を解いて春日を止めていろ。えい、日本放送ラップ JK 東京有楽町から届ける俺らの言葉スムーズ、態度はすかさず耳を澄ます、ブースで会話に花を咲かす。神奈川埼玉栃木に群馬、レペゼは千葉、たくさんのウェスナー盛り上げ聞いた、アクセル全開常に外したレミッター。 Yo 毎週土曜日夜11時半、 SONS のオールナイトニッポンサタデースペシャル。コメディ要素増量の完全リブート、大ヒット映画鍵泥棒のメソッドが舞台として新しく生まれ変わる。鍵泥棒のメソッドリブート、1月21日まで下北沢本田劇場で上演中。水島かなえを演じます秋元真夏です。
コメディ要素増量でたくさん笑って前向きになれる舞台です。私も久しぶりの舞台出演楽しみたいと思います。劇場でお待ちしてます。詳しくは日本放送イベントホームページまで。チラシだけでも美味しそうだな。おマジか。 1,2,3,4,5,6,7 本当だ。生チョコレートホワイト864円、本体価格800円ですね。あそう、ホワイトとだから抹茶でしょ。これだから京都とかで売ってんだよね、抹茶ね。ちょっと俺なんか興奮して声でかくなっちゃった。イヤホンめっちゃでかくなっちゃった。生チョコレートシャンパンピエールミニョン、何ミルクチョコベース、シャンパンピエールミニョンと北海道の生クリームをミルクチョコレートにブレンドだって。フルーティーな味わい、これ知らなかった。あと生チョコレートビター、そうこれビター、まずビターからいくよね。北海道生クリーム、あスタッフさん買ってないの？なんか今カンペ出してくれたから、これ実は買ってますのタイミングじゃない今のカンペだし。スタッフ買ってない？誰も？はい、みんな下向く声、はい、目線を合わさない。流行り、女性の流行りの服装の時とこのロイズの時。ちょっと待って、お、マジかよ！やるな！嘘でしょ？だからちょっと待って、だからか、俺がさこの仙台のお土産を出した時にさ、なんかおすぐ食べたいですみたいに なんなかったの。これか、嘘、うわありがたい、わマジで、ちょっと待って、うわ嬉しい、あ待って、ちょっとこ1、これ全種類、ちょっと待って、これさ3本分じゃないこれ、嘘、うわ夢のようだぜこれ、うわ8種類あんの、嘘、やるな、このスタッフ買ってないのの流れに持ってって、なんかもうなんかちょっと右肩下行ってたもんね、なんか
ここのさ、スタッフさんがこう多分足元を置いてたんだよね。うわ待って何これ、ちょっとこれ待ち受けにしようかなぐらいさ、これ揃ってる、なんていうの、あのドラゴンボールみたいなさ、揃うとみたいな、これなかなか揃ってる人いないでしょ。絶対次はあの地域行ったらあれ買おうとかなるじゃん。これちょっと並べたいな、このマイクどかしい、これ大事なマイク。うわちょっと待って、これ見たことないのばっかじゃん。チラシの、これあチラシ下行っちゃったよ、このチョコの。あーすいません、ちょっと待って、熱くなって、ちょっと一回ジージャン脱いでいい、ちょっと興奮したらうわ嬉しい、マジこれ。こういうのをさ、このインスタとかやってたらさ、インスタに載せようみたいになるわけでしょきっと。俺インスタやってないけど写真撮っていい、これうわちょっと待って、まずだからホワイトね、これた食べていいの、待って見たことないさ、え 1,2,3,4,5、 あこれか、これ見たことない。生チョコレートのアイラウイスキー、ウイスキーのだって、スコティッシュバーレイをミルクチョコレートのブレンド、マイルドミルク、茶色いの、はあ。ちょ待って、これじゃあいい、いい、これ食べていい、いや待って待って、 どれからいく？このチラシに書いてる順番でいってみようかな、左上からホワイトチョコレート、まずちょっといい、うわこれ夢のようだぜ、これこれマジすごくない？やっぱこれ全部揃えたいよね、だってなかなかないじゃん。うわまずはですね、この生チョコレートのホワイト、ちょっといい、いただいて、うわ真っ白、この青に白っていいね、いただきます、ホワイト、あーうまいわ、あホワイトだわうまいわ、うん、ちょっとこう洋酒が入ってるから、なんか甘さだけじゃなくて、こうなんかね、ちょっとすっきりさ、すごくアクセントになってるし、あーうまいわ。なんかさ、危険だよね、このロイズのチョコレートをさ、こう仕事中に食べるってすごく危険だなと思った。なんかもうなんか仕事しようってなんだよね、よっしゃ頑張ろうっていう風になんないっていうか、なんか休憩したくなっちゃうっていうかさ、それあるよね。俺この抹茶が気になってたの、いや嬉しい、これ贅沢だな、本当に贅沢食いだよこれ。生チョコレート抹茶でございますね、渋みとクリームが溶け合い上品な、ロイズの商品食べて上品じゃないの感じたことないもんね。ちょっと抹茶をいただきますね。お、うまいわ、抹茶うまいわ何これ、すごいね、一瞬にして抹茶口の中が、なんかそのなんていうの、なんか上々に食うんじゃなくて、もう最高到達点に一気にバーンってきて、それが全くこうなんか薄まることない、ずっとずっと上を走ってる。あうまい、でもねちゃんとこのやっぱ渋みもあるよね、このバランス誰が考えてんさ、これすごくない？あ飲み込んだ後うまいわ、ずっと、うん、ちょっと美味しいぞこれ。なんと今週はこのあたりで8種類中2種類でいやそりゃそうだよね、あんだけ正月のこと話してさ、チョコレート8種類食べてさ、あれこのラジオ終わっちゃったなってなるよね嬉しい。でもじゃあ今週はちょっとここまでということで、来週ですか、はい、来週じゃあまたロイズできるんですか、嬉しいな毎週ロイズできないですか、毎週じゃあ引き続き来週もちょっとこのロイズやっていきたいと思います。藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ、キスマイフット2藤ヶ谷太輔がお送りしています。
ヨドバシカメラは安さ、品揃え、接客応対、商品知識でお客様に感動を。暖房家電、冷蔵庫、洗濯機、テレビ、パソコン、カメラ、時計も豊富な品揃えで安い。さらにゴールドポイントカードご利用で 10% 還元。携帯電話の料金プラン、新規契約など何でもご相談ください。お店でもネットでも安心のヨドバシカメラ。リアル脱出ゲーム。オードリーのオールナイトニッポンのリアル脱出ゲームが2ヶ月限定で開催。東京ドームライブの数日前、番組宛に一通の謎めいたメールが届く。謎を解き明かさないと春日が東京ドームシティを支配してしまう。あなたはリトルトゥースとして若林やチームつけ焼き場と協力しながら謎だらけの事件を解決し、東京ドームライブを成功に導け。春日に支配された東京ドームシティからの脱出。このゲームのために東京ドームシティは春日が買い取った。いや、買い取れるわけねえだろ。2024年1月18日からスタート。謎を解いて春日を止めていろ。